クロスネットフェイバリット。大切なことはね、目に見えないんだよ。だから心で感じてほしいの。世界で一番大好きなあなたに、私のこの想い。してるんだ。そうなの？ママと湖に行く途中、はぐれちゃった。そうなんだ。じゃあアル君も私と同じだね。同じじゃないよ、僕は泣いてない。だって一人で寂しかったんだもん。アル君は寂しくないの？寂しくなんかないよ。だって僕は男の子だから。男の子だと寂しくないの？もちろん、こんなのへっちゃらだよ。本当に？本当？ちょっとだけ。寂しいんだ。
着いたらハリセンボン飲ます。へえ、これしたらもう嘘ついたらいけないんだよ。うん、わかった。じゃあ、ハルくん、右手出して。うん。じゃあ、一緒に。いつまで昼寝してんだ、セイヤ。もう午後の授業終わったぞ。月曜日の午後の古典はいつも寝てるよな、お前。他の教科は普通なのにな、お前。まあ人間一つくらい苦手なもんがあっていいんじゃないか。おっと、それより聖也君、折り入って頼みがあるんだ。今日の掃除当番変わってくれないか。それが急に放課後大切な用事ができちまったな。掃除当番で居残りしているとそれに間に合いそうにないんだな、これが。それはだな。
おそらく聖夜に説明しても分かってもらえないと思うが、とにかくとても大事な用事なんだよ。私には関係ないことだわ。だいたい鶴間くんはもう行ってしまったでしょ。それは無理ね。鶴間くんの逃げ足の速さは知ってるでしょ。今から追いかけて追いつけると思う？じゃあ今さらそれが無駄な行為なのは自明の理ね。それとも鶴間くんを追いかけるふりして逃げるつもりかしら。ほらほら、男が細かいことでつべこべ言わないの。さあ黙って手伝いなさい。